こんにちは、島です。ブレーキ、リアブレーキのフルード交換したいと思うんですけども、ブレーキ踏んだ時になんかこう手応えがない感じとかしませんか？なんかちょっとふわふわする感じ。ジムカーナとか練習してると、まあ、結論から言うと気泡がたまりやすくなるのでタッチが悪くなります。放置してると、急にブレーキが効かなくなったりするので、ブレーキのエア抜きを、していきたいと思います。はい、これが、問題のブレーキフルードのタンクです。ちょっとカウルの中にあるので整備がちょっと大変なんですけど、これが見えているバイクだったらこんなことしなくていいです。で、見てもらうと色はさほど汚くないです。これ汚い車両ってここは茶色になるんですよね。本来は透明が正常です。でもブレーキがスカスカです。まあ、この劣化してくるとブレーキタッチも悪くなるので、早めに半年、1年ぐらいで交換するのが、まあ、基本にはなってきます。で、その問題なんですけど、こっちこのキャリパーの中に、微妙なエアが、まあ、溜まってくるんですよね。キャリパーとかホースの中に。で、それで、まあ、タッチがむにゅっとなる、鈍くなるっていうことが発生しますので、ここからエアを抜いていきます。オフセットメガネレンチ8番を、取り付けます。で、このホース 4 ミリだったかな。これが、ただのペットボトル。やり方としてはブレーキを、踏みながらこれを緩めて外します。作業的には、踏んだままでこれを緩めてすぐ閉めます。こんな感じでずっと押さえたままです。で、閉めた後にレバーを戻します。中、全部切らしちゃうとまたエアが入っていっちゃうので、切らさないように継ぎ足しでいきます。あ、微妙にやっぱエアが入っとるね。もう出なくなりましたね。ある程度足して終了です。このブレーキフルードってすごい塗装を傷めるので、すごいちゃんと洗った方がいいです。この後水洗いした方がいいですね。エア抜きの作業的には以上です。まあ、作業的には簡単なんですけども、ちょっと大事な部分なので、まあ、分からないままにやるよりは聞きながらやった方がいいかなと思います。作業、まあ、できるできないは別にして、まあ、点検はしょっちゅうやった方がいいと思います。このブレーキフルードの色とかね、まあ踏み具合、効き具合とか、まあ、そっちのほったらかしの方がちょっと危ないので、まあ、茶色になってたらバイク屋さんに持っていくのもいいかなと思います。ジムカーナだとすごいリアブレーキを多用するので、ブレーキがすぐ湧いちゃったり効かなくなったり、エアが噛みやすくなったりすることはしょっちゅうあります。しょっちゅうあるので、ジムカーナの速い人はもうみんな自分でやってますね。はい、こんな感じです。